太陽ですね。太陽ダム今着させていただいております。ロングスリーブです。はい、先ほどドライティーと同じ生地のロングティーになります。はい、でこちらも、今までの継続というか同じ、うん、同じロゴのタイプ刺繍で、ブラックが新色で出てまして、はい、こっちもですねスクリプトのロゴのタイプ今フッキーさん来てもらっているホワイトとダークグレーと、ブラック3色ですね。こっちの刺繍のロゴの方も、3色になります。はい、あれも着るんですよね。なんならこうちょっと寒い時にあの梅雨時期とかのタイミングとかでちょっと雨降ってちょっと気温スッと下がった時なんかに一番やるとこれが一番着心地がいいラックグレーなんですよね。生地感の軽さもあるし、まあ、着た時の柔らかい肌ね、あの感触も非常に使いやすくて、はい、一枚やるとすごい重宝するものなので、これもぜひ皆さん使っていただきたいと思います。これもコットンとか入手なんですけど、はい、これなんですよね。うん、だからこれなんで、まあ、こっちもよれづらいというか、うん、まあ、首元があったら取れたりとか、これもね痛まない、痛まない、これもだんだん増えていっちゃうタイプのシャツかなと思います。あの本当ダメにならないっていうのですごい長く長く長く使わせていただいています。黒はいかがでしょう。いや、見えるはず。よーく見ると見えてきて、だんだん見えるようになってくると、あの欲しくなって買います。見えたらもう買える。見えたら買えるしかない。これも UV ですよね。あ、そうですね。UV ですよね。夏のね、日焼け対策で乗っていって、うん、結構意外と着た方が楽だったり、楽だったりもしますし、ね、ロンティーだからなんか春とか秋とか、まあ、寒い時期にイメージかなとは思うんですけど、意外と使い方によっては夏場とかでも1枚で着れて非常に使いやすい部分だと思うので。長袖続きで、はい、もう一個新商品が入ってます。これも非常に待っておりました。フルオーディープルオーバーですね。はい、はい、そうですね。生地的にはポリ55のコットン45%ぐらいで入ってて、はい、まあ、通常のコットン100とかと比べたらやっぱりよれづらいというところはあると思います。うん、あとこのサイドの、はい、リブと同じ、はい、プライスで使ってますので、まあ、見た目ちょっとこうよりスマートな、うん、シェイプされてる、うん、結構スポーティーな感じですね。はい、このフーディーとこっち側は全部なんですけど、この肩の部分のこの縫いのところを、まあ、こういう後ろ肩の仕様にしてるんで、あのやっぱバックしよってもらった時にここにこう当たらないようにこっちの あのシャツのほうとかもポロとかも後ろ縫いになってます。すぐバッグ屋さん。バッグ屋さん。サイズは M。M サイズです。下はない。下ない。下長いのは。下長いのはまだない。まだない。まだない。まだって言ってくれました。まだない。そのうちです。そのうち出てくるんじゃないかなと。その頃は本当にでパフォーマンスティーっていうところから入ってきて、ドライとかロングスリーブ。で明日パンツ欲しいっすよねって言い続けてパンツが出て、最初パンツなかったから、そうですよね。でパンツが出て今回バージョンアップしてよりねパフォーマンスのこういうパンツが出て欲しいなって思ってた、うん、グローバー出て次は6番ですかね。まあそうですね、順番を追って順番を追っていければいいなと思うんですけど、カラーのなんかこうイメージ的にはやっぱりちょっとトーンがね、うん、こう落ち着いたトーンというか、そうですね、見た目的な部分では言えば本当にこうシックな感じで、多分男性目線で見た時にはこういろんなシチュエーションでも着やすい、それこそ先ほど話したオンコートだけじゃなくてオフコート的に使っていただいても全然使いやすいと思う、まあ、デザインというかカラーリングだったりとか、本当に新しく今回はこういったシャツの方にもロゴがこう入ったりしてますけども、非常にこうなんか派手すぎず、いろんなところで使っていただけるアイテムになっていると思いますので、まあ、特に新しい新色の、ね、お話も出てますし、こういうニューアイテムもありますし、まあ、パフォーマンスティーとかに関しては、ね、形が変わったりとかでより着やすくなっている部分もあるので、そういった部分もぜひ見ていただきながら、今お持ちの部分に追加をしていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あ、これうちの発売日はこれも6月11日です、ね。はい、じゃあ新しいアイテムに関しては全部みんな6月の11日に、ね、アパレルの、はい、どっちは全部6、1、1で、はい、はい、同調しますので、ぜひ
よろしくお願いいたします。